はいどうもカッパ園長です。じゃあ今度はねグレタ・トゥーンベリさんのお話いきましょうかね。まあ、なんかグレタさんがね日本のねこの岸田内閣に対してけしからんと岸田総理怒られちゃったんだってさ。何かっていうとこのまあ当然環境界隈の話ですけどもこの発電所ですかね。グレタさんが、日本から最悪のプレゼントが届いたぞとね、日本ふざけんなみたいな感じで、大激怒みたいな。グレタさん大激怒だって。地球温暖化防止を訴えるスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんにとって、おそらく最悪のクリスマスプレゼントだったのかもしれないと。昨年12月24日中国電力及び四国電力がベトナムで、建設が予定されている文安2石炭火力発電事業への参加を、決定したのだと。あとは同事業はグレタさん含め環境 NGO や温暖化防止を求める若者たちなどからその見直しが求められてきたんだってさ。日本の超ハイテク石炭火力発電ね、実態多分知らないんですかね。もうこれ火力発電っていう呼び方やめたらね、ガスタービンの時も言いましたけども、多分ね勘違いされてると思うんだよね。うん。で、日本の公的資金が使われる事業にグレタさんが猛批判だと。でこのベトナムの文安2、石炭火力発電事業、はベトナム中北部ハティン省に石炭火力発電ユニット2基、合計120万キロワットを建設し25年間にわたり、ベトナム国営電力公社に、売電するっていうものなんだって。この文安2については昨年1月日本ととある半島のあの国ベトナムの若者たちとともに、グレタさんも反対し同事業への融資をやめるよう、YouTube や Twitter などで公開した動画で訴えていると。この動画の中でグレタ・トゥーンベリさんが、岸田政権に対し日本政府は石炭火力発電の輸出方針も厳格化し2050年カーボンニュートラル実現を宣言、気候変動対策に取り組む姿勢を示したのにもかかわらず建設後、数十年にわたり CO2 排出することになる石炭火力発電の輸出を行うことはパリ協定加盟国としての、脱炭素化実現の責任に全くもって矛盾している。日本政府は国内でのカーボンニュートラルにしか関心がなく世界全体の CO2 排出抑制を妨げていると、日本政府岸田政権の姿勢を猛批判したそうです。これはセクシー大臣に対応してもらったらいいんじゃないですかね。うん、なんだろうな、この人だ、そう、だからこの相変わらず、要はこの一定数、世界中に一定数、このなんか、このグレタさんみたいなこの主張をする人、いるじゃないですか。ね、うん。で、しかもこの人たちをこの、なんていうの、この持ち上げる、この支持する人、賛同する人っているわけでしょ。うん。何考えてるんですかね。普通に単純に疑問ですよね。じゃあ、グレタさんはグレタさんでね、うん、この人のこの将来にね、何の責任が持てるのかっていう話なんですよね。うん。まあ日本国内だとそうだよな、うん、結構なんかこのエネジロー君とかなんかシナ太郎君とかあの辺となんかでもさ反日勢全般ね話合うんじゃないのかなわかんないですけど、だからまあそうですよね、グリーンエネルギーね、だから原発でしょ、だから日本見習ってさ原発再稼働をどん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 進めればいいんじゃないですかね。うん、まあでも結局ね、うん、普通に考えてなんでこんな小娘ね、一人の小娘ごときの願いをなんで日本が政府として聞き届けなきゃいけないのかっていうそこなんですけどもね、単純に、うん、だってしかもこれね環境活動家なんて、言われてますけどね、肩書きとして未だにこんなんついてますけどもね、実態はもうとっくの昔にバレてるじゃないですかね。うんね、バックに誰がいるっていうそういう話とかね、うん、だからまあそうだな、例えば、まあ大陸からおひねりゲット案件なのかもしれないですけども、よその国のことをああでもないこうでもない言う前にじゃあ自分ところの国はどうなってんだよっていうね、そっちなんとかした方がいいんじゃないですかってそういう話ですよね。うん、まあでもほらね、だから日本は日本でこれ逆手に取ってっていうわけじゃないんですけどもね、とっととこの欧州も認定しているね、グレタさん公認のグリーンエネルギーである原発をね、どん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 再稼働ね、このでさらに新たに建てていかなきゃダメじゃないですかね、石炭火力がダメだって言うんだったらさ、って言うとちょっとおかしいんですけども、うん、
確かこの中国がね、日本の新型火力発電所の発電炉に新型のこのね火力発電炉に全部変えたらね、二酸化炭素の排出量は半分ぐらいになるんだっけ？うん。だからエネルギーを諦めずエコにもつながって結構なことなのにね、なぜかこの例えば日中ハーフの女子大生だったかな、なんか学校休んでまでこの炉の反対運動とかするわけですよ。わかりやすいですよね。うん。だって電気使うわけでしょ、反対してる人間もね、発電所必要なのは一緒じゃないですか。何も悪い話じゃないと思うんですよね。うん。だからなんかこのまあこのなんていうのかな、この環境活動家とかこの再エネとかなんかこの類の人たちだけじゃないんですけども、なんかこの反対運動みたいなこのデモとかさ、よくやる人たちって言ったらいいですかね、ああいう人たちってなんでいつもこの極端なんですかね。このなんかこのゼロかね、1かゼロかとかじゃなくて、なんていうのかな、ゼロか100かか、なんかもうちょっとね、少しでもマシな選択っていう、その要は中間っていうんですかね、このそういうなんかいい塩梅みたいな発想ってないのかな、この人たちって。なんでこの極端な考えばっかなんですかね。まあだからこそ極端な行動にも平気で出るんだと思いますけども、だってそもそもがね、例えばじゃあ、まあ、今回の件で言うと、このベトナムの立場ってどう考えてんだよと。まあ、そんなことは多分考えてないと思うんですけど、だってベトナムの人たちの立場で考えたらさ、カーボンニュートラルどうこうよりも目先の発電所、電力でしょ？うん。なんかさ、こんな、なんか変な妙な存在の怪しいこのね、子供なんかもう無視しときゃいいんですよね。うん。まあ日本の最新型石炭火力は CO2 排出を抑えたね、最新型ね、ですからこの、なんだろう、ガス発電なんかとこの遜色ないレベルじゃなかったっけ？うん。で、こんなこと日本にランク制つけておきながらね、この中国のね、性能悪いやつはベタ褒めなんだからさ、もうお察しですよね、ほんと。よそでやってもらいたいですよね。うん。だからもう裏にいるね、やつらがね、すぐ分かる発言ですよね、これもね。うん。実際にね、裏で操ってるやつをすっぱ抜くニュースっていうのがなかなか出てこないじゃないですか。その辺も含めてなんでだろうなって、あ、もちろん分かって煽ってますよ。ね、マスコミってこういう時仕事しないのなんでなのかなって、そういうことね。うん。しかしまあなんかこの環境ね、環境活動家、もうなんか気色悪い環境カルトですよね、これね。うん。独りよがりでさ、しょうもない政治環境パフォーマンス、そんなもんよりベトナムの人たちの現実の生活水準を上げることの方が大事に決まってんだろうって思うんですけどもね。うん。これこそお呼びじゃないですよ。いやどうすですよね。でまあこういう人をね、このグレタさんなんかをもてはやす連中、まあうさんくさいうさんくさい、プンプン匂いますよね。うん。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。